ウラジーミル・アトラソフ、ウラジーミル・バシーリービチ・アトラソフは、ロシア人で初めて、カムチャツカ半島を探検した、シベリアコサックである。1695年8月、ヤクーツクのボイボダは、アトラソフを、チュクチ半島のアナディリガー沿いにあった、要塞アナディルスクのボイボダに任命した。そこに住む、ロシア人は、カムチャツカに向かって、南に流れる川の源流の先住民からヤサークを、 すでに収集したという報告を聞いた。少なくとも、これらの川の一つは、オホーツク海へ出るペンジナ川へ続いていた。1696年、彼はルカ・モロツコに南を探検させた。モロツコは、カムチャツカ半島の西側のはるか南のテギル川に到着し、神秘的な文章、日本からのナンパ船を持って帰還した。1697年、 アトラ祖父は65人の奉仕と60人のユカギール人と南へ出発した。トナカイでの旅で彼らはペンジナ川の川口、ペンジナ湾に到着した。アトラ祖父は半島の西海岸を2週間かけて南下し、その時に東海岸へ行った。彼はモロツコを残し東を探検してオリトルスキー湾に至り西へ戻った。モロツコはパラナ川で起きた。 ユカギールの暴動に対処するため、会食される必要があった。デギル川を南へ進み、彼はカムチャツカ川と、初めてイテリ民族とあったカムチャツカへ向く、中央山脈の報告を聞いた。彼は一つの部族と同盟を結び、川を降り、その部族の敵の村を焼いた。人で、彼は、こりゃ悪人がトナカイを盗んだことを知り、追い回して150人ほど殺害し、 トナカイを取り戻した。西側を降り続け、彼は遭難したデンベイを救出したイチャ川に到着した。さらに南、彼は荒いシ島が見えるゴリギナ川あたりに到着した。そこで彼は初めてアイヌと出会い、彼らの50人を殺すよう図った。北への木とで彼はカムチャツカに山を越えて、砦を建設するため部隊を派遣した。そこで彼は、 アナディルスクへ戻ることを決めた。彼はアナディルスクに1699年7月に到着し報告書を書いた。彼は1700年6月にヤクーツクにいて1701年2月にモスクワについて報告書を提出した。彼はボイボダに昇進しカムチャツカの管理のために送られた。1701年 アンガラ川で彼は中国の食物を積んだ商人の船を奪った。これにより彼と部下は刑務所に送られた。カムチャツカはますます不規則になり、1707年にアトラソフが釈放され、カムチャツカに秩序を修復するため送られた。旅路で彼の方法はとても荒く、よってほとんどの部下はヤクーツクに対する抗議の手紙を送った。 彼はカムチャツカの土人をある程度沈めたが、1707年12月、彼のコサックが反乱を起こし、彼を閉じ込めた。彼はそこから脱し、川を下ったが、地元の首領が脇に寄るのを拒み、彼を追い回した。それから次の4年間に、彼がしたことは不明確である。1711年、彼は眠っていたところを悪党仲間に殺害された。 エルベルグカムチャツカ発見とベイリング探検流銀社1942年 P70